2人目は佐原です。今日跳馬で 9.075、 段違い平行棒が 8.787、 そして平均台は 8.925。 安定して自分の力を出しています。佐原選考会の後、この床の振り付けはかなり大きく変えました。屈伸の月面、高さ非常にいいですね。もうこの大会のために用意した振り付けになってますので、思い切った演技を期待したいですね。地元大阪で開かれました東アジア大会でこの床銀メダルを取りました。得意のひねり決めてきましたね。3回ひねりです。テンポ宙返りからの3回ひねりということで、とても高い位置でできてますね。この床が少し硬いということで各国の選手たちがかなり苦戦していますが、佐原は非常に安定してますね。そうですね、床にしっかり合わせて蹴ることができています。屈伸のダブルも決めてきた。床に関してはまさにニュー佐原。もう佐原選手が持っている力はすべて出し切れたと思います。この3回ひねり、はい、3回ひねり足までしっかりとくっついて着地、本当に世界に通用する3回ひねりですね。このひねる角度、位置もう問題ないですね。はい、また別の角度から見てみますと、この屈伸のダブルが少し前に一歩ですけど、はい、それほど大きな減点にはならないと思います。佐原の床 8.825 でした。